昨年のですね3月11日の前にもうちょうどその3週間ぐらい前にその今日と同じようなあの訓練をしたんですがその時に想定していたことっていうのが実際に非常に残念なことですけれど起こってそれによってですね訓練を通じてそれぞれの部署であったりそれぞれの人がですね自分たちがこの緊急的な状況の中で何をやらなければいけないかということについて まず、もうすでに理解をしていたと。したがって、非常に早く、あの、活動を起こせたということが一番大きかったですね。訓練によって、その、こういう、その状況に備えておくということが、まあ、こういう訓練の大切だろうというふうに思います。実際に、あの、訓練を通じてもですね、最初は、あの、従業員の安否を確認する。そして、サプライヤーであったり、販売会社の皆さん方の安否を確認する。あるいは被害状況。 確認するそしてどういう形で復旧に向けた支援ができるかという計画を作って復旧に向かっての活動を行っていく、まあ、そのプロセスをですね優先順位をつけて、まあ、訓練でも実際に行ったわけですけれどもそういうことが本当に実際の,その3月11日の,あの災害の時にも役に立ったということですね。まあ、非常に残念なことでですすけれども日本は災害の多い国ですから えー、そういう災害もですね想定外ということがあってはいけないので、まあ、こういう訓練を繰り返すことによってですねその想定をどんどん広げていってそして想定外をなくして我々が思わなかったような災害が起こってきても慌てずにしっかりとその初動の対策が取れるような、まあ、そういうことに備えておくということが非常に大事だろうと思います。 このようなテストをです、ね、あの訓練をもうすでに我々あの過去6年ほどやってますで毎年やってましてあのそれを通じて、えーまあ、実際に災害が起こった時にあの、えー、非常に、えー、準備を、ね、しっかりやった形で、えー、いろんな部門があの対応できるようにそれはあの、えー、各部門であり各あの全体の,あの、えー、指揮命令の系統でもあります。 今年は特にですね、昨年の3月の,あの大震災というのを踏まえて、まあ、そこであの日産非常にあのうまい対応できたと思うんですけれどもそれでもあの、まあ、いろんな部署でいろんなあの課題をです、ね、抱えましたで、その課題はもう100にも及ぶんですけれどもその課題をの多くをです、ね、今回の訓練を通じてテストしてみたいと、まあ、そういう形で我々は1つの PDCA でまたあの。 西、えー、さんはですねこうかなりリスクマネジメントっていうのを大事にしてあのこれまでもすごくその、えー、訓練をしてきてますでそれにはいろんなノウハウが蓄えられていてそれを海外にも展開しなきゃいけない具体的にはあの、えー、どういうような予防の対応をしていくか予防準備ですね、えー、それからあの実際に災害が起こった後のその最初の初動をどうするか。 それからさらに、えーまあ、BCP ですねどうやって、えー、復旧回復していくかとこの3つのステージっていうのを中であの過去の経験も含めてあの培われたいろんなあのノウハウをですねこれをグローバルな全拠点で、えー、シェアしていきたいそういうのは今もうすでに始まってまして耐震補強の状況とか津波の被害の可能性とかですねそういう各、まあ、日産の事業拠点の安全性っていうのを、まあ、総点検して であのプライオリティをつけながらリスク度を測りながら我々今対応を進めていこうとしているところです。